やっべ。あ、待ってめ。ありがとう。やべ。早いよ、お前早い。おう、戦ってくれよ。いやいや、お前さ、そっちじゃねえよ。それも違うと思うぜ。まだ敵が間違ってる。敵が間違えてる。俺じゃねえよ、敵は俺じゃねえよ。やべえ、戦ってる戦ってる。おお、お前敵じゃねえの。おお、届かねえだろ普通。やってるな。やっべえ。銀牛人め。いや、行かなく、来なくていいぜ。おばちゃん死んじゃうからな。ほらほらほら、あ、あ、ダメだよ、おばさん殺したら殺すぞてめえ。死ぬのはてめえだよ。間違ってんのお前なんだよ。死んだか、ふざけやがって。帰ろうぜ。ひでえ目にあったんや。ありがとう。俺なんかフィーリングシックって、これ多分病気になってるな。あれ、ここだろう。あれ、スローターフィッシュもみんな死んで、銀融指示まで死んじまったのに。いなかった。あれ、なんか草むらみたいなとこにいたよ。あれ、あったあった、お前だよ。こいつだよ、こいつ。ああ、これだ。12% か。うんだよ。いや、お前さ、こいつのせいで人が何人死んだと思ったんだよ。スローターフィッシュ2匹死んで、山賊は3人いたのに死体が1個しかない。最後に残ってたのは弓使いだけだったよ。倒すのに10分ぐらいか、10分かかってないけど。うちの召喚犬が何回も攻撃してやっと死んだ。いやー、やっとこれで、これ 50% だろ。
これ銀吉神の服だ。おお。これなんだこれ。こんなの俺手に入れたの。これだよ。なんかいっぱい人が死んだな。やった、サルモールになったぜ。ということで、サルモールの服を手に入れたよ。目立つよね。善人には見えない。悪人なんだろうか。悪人なのかも。今回は悪人なのかもしれない。こいつは